校、まあ、特に大学くらいからなんですけど、やっぱりあのラグビーはラグビーですごい男子選手と男の人とすごい関わることが多くて、なんか強すぎて吹っ飛ばされすぎて、あもう打撲はもうしょっちゅうなんですけど、擦り傷とか、まあざっていうのはすごいしょっちゅうたくさんできるんですけど、なんかもともと多分新体操やってたので体が柔らかいので、多分それで私も大きい怪我っていうのは少なくて、怪我って言ったら指折ったことと鼻鼻折ったことぐらいなんですけど、まあ、大きい関節とか靭帯の怪我ないのはなんか今思えば新体操やったからなのかなっていうのは。で特にラグビーとかだと同じ競技を同じチームで取り組んでる以上、なんか同じなんだろうように扱ってほしいし、なんか女子だから特別 にされたいくはなかったので、男の中にいて女が泣いてしまうと結局なんか女の人がかわいそうに見えてじゃないですけど、弱く見えて、なんか男の人が悪いっていうか、そっちがこうそういう風に見えちゃうので、私はなんかそれすごいフェアじゃないなって思ってて、もうどん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 同じように男子選手と同じように扱ってもらえるようになるべく強く入れたらなと思って。やっぱり団体競技なので、やっぱこれ多分私個人競技だったらきっとここまで続けてこれなかったと思うんですけど、周りのそのまあ部員と仲間だったりとか、あとはもうスタッフの方に支えられてここまでやってこれてるかなっていうのは。